終わりなき分類。分類学は学問とも芸術とも称されるが、実際は戦いの場だ。現在でも分類法は大抵の人の実感以上に混乱している。例えば動植物の門という区分について考えてみよう。門は全生物の基本的なボディープランを表す。数少ない有名な動物門には軟体動物、二枚貝や巻貝を含む節足動物、昆虫や甲殻類、脊索動物、人類を含めて背骨または原始的な背骨を有する動物全般などがあるが、そこから先はどんどん難解な世界に入っていく。その中には顎行動物、海生の虫、四方動物、クラゲ、イソギンチャク、サンゴ、繊細なエラ引き動物、エラ引き虫などが含まれる。よく知られていようがいまいが、これらは基本的な門だ。しかし門がいくつ存在するのか、また門をいくつ設定するべきかについては驚くほど意見が分かれる。ほとんどの生物学者は合計数を30ほどと定めているが、20と少しだという意見もある。一方でエドワード・オー・ウィルソンはなんと著書生命の多様性で門は89あると力説している。分類を行う学者が生物学会の用語で言う併合派であれ細分派であれ、生物をどこで区切るかによって門の数は変わってくるのだ。門よりも日常的な種となると意見が食い違う可能性はさらに大きくなる。ある草の種がエギロプス・インクルバ、エギロプス・インクルバタ、エギロプス・オバタのうちどの名前で呼ばれようと、植物学者以外の人間にとっては熱くなるほどの問題ではないが、場合によってはそれが激しい議論のもとになることもある。問題は草に5000もの種があり、詳しい知識のある人間の目から見ても互いが非常に似通っていることだ。そのため20回以上発見と命名が繰り返された種もある。個別に認定されたことが一度しかないという種は珍しいくらいだ。生物学会では不注意による重複名が多く使われているので、アメリカの草類便覧Manual of the Grasses of the United States という二巻本では細かい活字組みで200ページ分を全一種の整理に当てている。それでもたった一国の草類が網羅されているに過ぎないのだ。国際舞台での意見の不一致を解決するために国際植物分類学連合という団体が命名の選手権と重複の問題について仲裁を行っている。この学会は時折ザウスクネリアカリフォルニカ、石庭によく見られる植物を今後はエピロビウムカヌムと呼ぶべしとか、アグラオタムニオンテヌイシムムはアグラオタムニオンプセウドビスソイデスではなくアグラオニムニオンビッソイデスと同じ種であるとかを言う判決を言い渡す。通常は分類上の些細な事柄ばかりなのであまり世間の関心を引くこともないが、たまに人気の高い園芸植物について言及することがあり、そうすると必然的に抗議の声が上がる。1980年代後半には明らかに完全に科学的な原則に基づいて菊が菊属から除外されて、比較的地味で魅力に乏しいデンドランテマ属の世界へと追いやられた。誇り高く数も多い菊栽培家たちは嘘のようだが本当に存在する種子植物門委員会に異議を申し立てた。これ以外にもシダ植物門、苔植物門、菌類などの委員会が多数存在しており、いずれもラポルトゥール・ジェネラルという行政機関に直属している。真に尊ぶべきはこの機関だ。
本来なら命名規則が厳守されるはずだが、植物学者も干渉と無縁ではなかったのか、1995年に決定が覆された。同様の判決により、ペチュニア、ニシキギ、アマリリスの人気種がそれぞれの属からの追放を免れたが、ゼラニウムの多くの種は例外で、数年ほど前に避難の嵐の中、天竺葵族へと移された。この論争についてはチャールズ・エリオットの鉢植えの記録 The Potting Shed Papers に面白おかしく概説されている。他のすべての生物領域でもほぼ同じような論争や細分類が発生するので、すべてを記録に残すのは思うほど簡単なことではない。したがって意外なことだが、地球上の生き物の数についてはこれっぽっちも、エドワード・オー・ウィルソンの言葉を借りれば最も近い桁数さえも分かっていない。概算数は300万から2億まで様々だ。さらに驚嘆すべきことに、エコノミスト誌のレポートによると、世界中の動植物種の 97% が未だに発見を待っているという。基地の生物についてもその 99% 以上はほんの概略しか分かっていない。ウィルソンは私たちの知識の現状を学名と博物館にあるほんの一握りの標本と科学雑誌の切り抜き数枚程度だと述べている。生命の多様性でウィルソンは全範疇、植物、昆虫、微生物、モルイなどすべての基地の種が140万あると見積もっているが、その数字は推測に過ぎないとも付け加えている。他にも基地の種の数をおよそ150万から180万とやや多めに見積もる専門家もいるが、中核となる記録が存在しないのだから、この数字を確認する術はない。要するに私たちは自分が実際に何を知っているかを実際には知らないという嘆かわしい立場に立たされているのだ。原則的には各分野の専門家を訪ね、それぞれの領域に種がいくつ存在するか数えてもらえば合計数を出せるはずだ。問題は各専門家の数字がめったに一致しないことだ。基地の菌類は資料によっては7万種類とも10万種類とも言われている。またミミズの種数は4000だと自信満々に主張するものもいれば、同じくらい自信満々に1万2000だと主張するものもいる。昆虫の種数については75万から95万まで様々な説がある。もうお分かりだろうが、これらは基地の種の推定数だ。植物については通常24万8000から26万5000までの数字が認められている。この際はそれほど大きくないように思えるかもしれないが、北アメリカ全体の喧嘩植物数の20倍以上はある。物事を秩序立てるのはたやすいことではない。1960年代初頭、オーストラリア国立大学のコリン・グローブスが250以上ある霊長類の基地の種について系統的な調査を始めたところ、同じ種についての記述が2回以上、時には数回見つかることが頻繁にあった。発見者は誰一人として自分の扱っている動物が科学界にすでに知られているものだとは気づいていなかったのだ。グローブスはすべてのもつれを解きほぐすのに40年を要費やした。霊長類は比較的小さなグループで見分けがつきやすく、概して議論の余地のない生き物なのに、このありさまだから地球上の推定2万種類の地衣類、5万種の軟体動物、40万種以上の甲虫などについて同様の作業を行おうものなら、どういう結果になるのか想像もつかない。確かなのは地球上に多くの生命が存在することだ。
といってもその実際数を弾き出すには推定、時には極めて 大胆な推定に頼らざるを得ない。1980年代のある有名な調査では、スミソニアン協会のテリー・アーウィンがパナマの熱帯雨林に生える19本の木々に殺虫剤をたっぷり噴霧して、木立の上から落ちてくるものをすべて採集した。この網漁の獲物、異乳種を取り損ねないようにと季節ごとにこの実験を繰り返していたのだから、まさに網漁だの中には1200種類の甲虫が含まれていた。他の場所での甲虫の分布、森に生える他の木々の種数、世界中の森の数、他の昆虫の種類数など、さまざまな変数の羅列に基づいて、アーウィンは地球全体の昆虫の種数を3000万と見積もったが、後に自らこの数字は控えめすぎると語った。これ以外にも同様のデータを使って1300万、8000万、1億などという数字が弾き出されているので、どれだけ慎重に算出した見積もり数でも、少なくとも科学知識と同じくらい推測にも頼っていることは明らかだ。ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、世界中には約1万人の現役分類学者が存在する。記録すべき対象がどれだけあるかを思えば、これはそれほど大きな数字ではない。しかし同紙はこう付け加えている。費用、一つの種につき約2000万ドル、約2000ドルと書類仕事のせいで、あらゆる生物を合わせても新種として記録されるのは毎年たったの1万5000ほどだ。これは生物の多様性の危機ではなく、分類学者の危機ですと、コーエン・マースは声高に主張する。ベルギー生まれのマースは、ナイロビのケニア国立博物館で無脊椎動物の動物部門の長を務めている。2002年の秋にケニアを訪れた際、私はマースと短い会見をした。その話によると、アフリカ全土には一人として分類学の専門家がいないのだという。象牙海岸に一人いましたが、もう引退したと思いますとマース。分類学者の養成には8年から10年かかるが、誰もアフリカには居ついてくれない。まさに化石並みの時代遅れですよとマースは付け加えた。彼自身も年末には任を解かれるという。ケニアで7年過ごしたが今回は契約が更新されなかったのだ。資金不足です、マースはそう説明した。2002年のネイチャー誌の記事で、イギリスの生物学者 H.C.J. ゴドフリーは、分類学者はどこに行っても慢性的な維新不足と財源不足に悩まされると記している。その結果、多くの種についてあちこちの出版物に不完全な説明が掲載され、新たな分類群タクソンを既存の種や分類法に関連付けようという試みはなされるじまいに終わるという。さらに分類学者は、古い種の整理だけでも長時間を要するので、新たな種について記述する時間がなくなる。ゴドフリーによると、多くの分類学者は学級生活のほとんどを費やして19世紀の系統分類学者の著作物を解釈しようと努める。 Note: タクソン、種や属などの動物を分類するための正式な用語、複数形はタクサ。つまり、出版物の中にしばしば登場する不適切な記述を分析したり、世界中の博物館をめぐって模式標本を探したりしなければならない。しかも標本は非常に状態が悪いことが多い。ゴドフリーが特に強調しているのは、インターネットによる体系化の可能性に対する無関心さだ。実を言うと、
分類学は概して未だに書類の山とは切っても切れない中にある。2000年ワイヤード紙の共通創刊者ケビン・ケリーが分類学の近代化を図ろうとオールスピーシーズ財団を設立した。2007年に休止。目標は全ての有機生命体を見つけ出してデータベースに記録することだ。活動費用の見積もり額はだいたい20億ドルから500億ドル。ところが2002年春の時点では財団の資金はほんの120万ドルで、正職員は4人だった。これまでに提示された数字の通りに1億種の昆虫が未発見で、なおかつ発見率が現在のペースのままだとすると、昆虫の全数が最終的に判明するまでに1500年と少しかかることになる。そして動物界の他の生物についてはもう少し長い時間が必要だ。なぜ私たちはこれほど知識不足なのだろう。これには未計算の動物数とほぼ同じくらいたくさんの理由があるが、ここでは主要な原因だけをいくつか挙げておこう。1、大半の生き物が小さくて目につきにくい。実際問題としてこれについては悪い面ばかりとは限らない。ベッドのマットレスに微小なダニが推定200万匹住み着いていると分かっていたら、夜もおちおち眠れなくなるだろうからだ。ダニは真夜中になると姿を現し、皮脂を食べ、人がまどろんだり寝返りを打ったりする間に剥がれ落ちるサクサクのおいしい皮膚のかけらを堪能する。枕だけでも4万匹のダニが住み着いている。ダニにとっては人間の頭部は単なる大きな脂っこいボンボン菓子に過ぎない。そして枕カバーを洗うくらいで事態が変わると思ったら大間違いだ。ベッドのダニくらい小さな生物にとってはどれほど目の詰まった布地でも船の穂綱のように見える。ダニの測定をした英国医療昆虫学センターのジョン・マウンダー博士の言葉を引用すると、実際のところ枕を買ってから6年、枕の平均耐用年数と考えられる期間経過した場合、その重さの10分の1は剥がれた皮膚、生きているダニ、死んだダニ、ダニの糞で構成されていると考えられる。しかし少なくともそれは自分のダニだ。モーテルのベッドに潜り込む際には自分が何に寄り添っているのかを思い起こしてほしい。これらのダニは太古の昔から人間のそばにいたが、発見されたのは1965年のことだ。ベッドのダニほど人間と密接に関わっている生物がカラーテレビの時代まで私たちの目を逃れていたのなら、残りの大部分の小世界についてほとんど知られていないのも無理はない。実際衛生問題は一部悪化しつつある。マウンダー博士は低温洗濯機用の洗剤が使われるようになったせいでバイ菌が活発になったと考えている。博士は次のように述べている。シラミがたかった衣類を低温で洗濯してもシラミをきれいにしてやることにしかならない。森に入ってどこの森でも構わない。身をかがめ土をひとつかみすくい上げると、そこには100億個もの細菌が含まれている。そのほとんどは科学界に知られていないものだ。おそらく採取した土には100万個余りの酵母菌、20万個ほどの糸状菌、推定1万匹の原生動物、そのうち最もよく知られているのがアメーバだ。および陰性動物と総称される多種多様な輪虫、渦虫、海虫、その他の微生物なども含まれているはずだ。これらの生物も大部分は未知のものだ。微生物に関して
最も広く網羅した手引き書、バージェイの系統債金額の手引き、Barge's Manual of Systematic Bacteriology には約4000種類の細菌が列挙されている。1980年代に2人組のノルウェー人科学者ヨースタイン・グーク・ソユルとビグディス・トルスヴィックはベルゲンの研究所に近いブナ林で1グラムの土を無作為に採集して、そこに含まれる細菌の量を注意深く分析した。すると、その小さな一塊の標本にバージェイの手引き書の全掲載種を上回る4000から5000の細菌種が含まれていることが判明した。そこで数キロ離れた海岸地帯に出向いてもう1グラムの土を集めてみたところ、そこには別の種が4000から5000含まれていた。エドワード・オー・ウィルソンはノルウェーの2カ所で採集した2つまみの土の中に9000種類を超える微生物が存在するのなら、生息環境が全く異なる他の場所にはまだ見ぬ微生物がどれだけ待ち受けていることだろうと述べている。ある見積もりによると、その数は4億にも達するという。2、適切な場所を調査していない。ウィルソンは著書「生命の多様性」の中で、ある植物学者がボルネオ島で数日間かけて10ヘクタールの密林をひたすら歩き回り、新たな喧嘩植物を1000種発見した経緯を描いている。これは北アメリカ全体の種の数を上回っている。密林で植物を見つけるのは難しくない。ただ誰もその場所を調査したことがなかっただけだ。ケニア国立博物館のコーエン・マースは、ウンム林、山頂の森林、ケニアではよく知られていると言って、半時間それほど身を入れずに探索した結果、安手の新種4つとその上位区分である新属3つ、樹木の新種1つを発見したという。大きな木でしたよと付け加えると、マースは両腕を伸ばして、非常に大柄なパートナーとダンスでもしようかとするようなポーズをとった。ウンムリンは高原の一番高い場所にあり、何百万年も孤立状態のままという場合もある。生物学にとっては理想的な環境なのに、研究はほとんど進んでいませんとマースは語った。全体的に見ると、熱帯雨林は地表の約 6% を覆っているに過ぎないが、そこには世界中の動物の半分以上と喧嘩植物の約3分の2が住み着いている。それらの生命体のほとんどは調査不足のせいで未知のままだ。必然的にその大部分は非常に貴重だと考えられる。少なくとも 99% の喧嘩植物については薬効成分の検査が行われていない。植物は捕食者から逃げることができないので、科学的な防衛手段を編み出さざるを得ない。そのため興味深い化合物をことさら多く抱え込んでいる。今でさえ全処方薬の4分の1近くがたった40種類の植物を原材料としており、 16% が動物や微生物から作られているのだから、森林が1ヘクタール消滅するたびに医学上貴重重要な可能性が失われている可能性は高い。組み合わせ科学という方法を用いると、科学者は研究所で一度に4万の化合物を生成できるが、それらの生成物は出来が不揃いな上役に立たない場合も多い。それに対して自然界の分子はどれもエコノミスト氏の言う究極の選抜審査、つまり35億年にわたる進化をくぐり抜けてきている。とはいえ、
未知の植物生物を探すには、単に僻地や遠隔地へ行けばいいというものでもない。リチャード・フォーティの著書「生命40億年前史」には、男たちが何世代にもわたって小便を引っ掛けてきた郊外のパブの壁から古代の細菌が発見された経緯が記されている。この発見にはほんの少しの運と熱意のほかにも、はっきりとは特定できない資質が関わっているように思える。3、専門家が不足している。発見、検査、記録を行わなければならない対象はたくさんあるのに、それらの作業をこなせる科学者の数は非常に少ない。昼型ワムシという、あまり世間に知られていない丈夫な生物を例に挙げてみよう。この微小動物はほぼどんな環境でも生きていける。過酷な条件下ではワムシは体を小さく丸めて新陳代謝を止め、状況が好転するのを待つ。その状態で熱湯につけられたり、絶対0度、原子でさえ耐えられない温度まで冷やされたりしても、拷問が終わって快適な環境が戻ってくると、体を伸ばして何事もなかったかのように活動を再開するのだ。昼型ワムシの仲間はこれまでに約500種、文献によっては360種確認されているが、全部でいくつの種があるか推定できる人間さえ一人もいない。長年にわたって昼型ワムシについての情報はほぼ全部デイビッド・ブライスという熱心な愛好家によって得られていた。ブライスはロンドンで事務員として働きながら余暇を利用して研究を進めた。昼型ワムシは世界中に生息するが、その専門家は非常に数が少ない。世界中の昼型ワムシ専門家全員を晩餐会に招いても、隣人から皿を借りる必要はないくらいだ。菌類のように有意義なものや至るところに存在するもの、菌類はどちらの特徴も兼ね備えているでさえ、比較的少人数の関心しか引くことができない。菌類は様々な形で、いくつか例を挙げると、マッシュルーム、カビ、うどんこ菌、酵母菌、ホコリタケなど、あらゆる場所に出現する上、大抵の人にはちょっと信じられないくらい大量に存在する。標準的な1エーカーの牧草地で見つかる菌類を全て合わせると1トンを超す重さになる。菌類は取るに足らない生物ではないのだ。菌類が存在しなければ、ジャガイモの剥がれ病、ニレの立ち枯れ病、陰菌タムシ、水虫などは発生しなくなるが、同時にヨーグルト、ビール、チーズも作れなくなる。全部で約7万種の種が菌類が同定されているが、実際には種の数は180万余りに及ぶ可能性もあると考えられている。多くの菌学者が会社員として産業活動に携わり、チーズやヨーグルトなどを作っているので、実際に菌類の調査に関わっている携わっている人数を把握するのは難しいが、菌類を探す人間よりも未発見の菌類の種の方が多いのは確かだろう。4、世界が広すぎる。私たちは空の旅や通信形態などの安楽さに目をくらまされて、世界はそれほど広くないと思うようになった。しかし研究者の調査場所である地上を念頭に置けば、世界は実に広大、それも驚愕に値するほど広大なのだ。現存する生き物の中で最もキリンに近いオカピは、今ではコンゴ民主共和国の熱帯雨林に相当数、全部でおよそ3万頭と見積もられる存在することが知られているが、20世紀に入るまでは
そんな動物が存在するとは誰も夢にも思わなかった。タカヘというニュージーランド産の大きな飛べない鳥は、南東の荒れ地で生きて見つかるまで200年の間絶滅動物とみなされていた。1995年にはチベットでフランス人とイギリス人の科学者チームが吹雪にあって人里離れた渓谷に迷い込み、リフォチェという品種の馬を偶然発見した。それ以前はこの品種については先史時代の洞窟絵画からしか伺い知ることができなかった。渓谷の住人たちは広い外の世界でその馬が珍重されていると知って仰天した。今後もさらなる脅威が待ち受けているはずだという意見もある。1995年のエコノミスト誌には、メガテリウム属の動物は一種の巨大な地上性怠け者で、身の丈がキリンほどもあるという。イギリスでも指折りの民族生物学者は、このメガテリウム属がアマゾン盆地という名の砦に身を潜めていると考えていると記されている。意味深なのはその民族生物学者の名前が記されていないことだ。そしてさらに意味深なのは、その学者や巨大な怠け者についてその後何の噂も伝わってこないことだ。しかし全ての密林地帯の調査を終えるまではそんな動物が存在しないとは誰にも断言できないし、調査完了にはまだまだ時間がかかる。しかし数千人のフィールドワーカーに訓練を施して世界中の隅々にまで派遣したとしてもまだ足りない。生命は存在可能な場所ならどこにでも存在するからだ。生命の並外れた繁殖力は驚異的で、いっそ喜ばしいほどだが、それには問題点もある。すべてを調べ尽くすためには、あらゆる岩石をひっくり返し、あらゆる森の地面の腐葉土をより分け、想像を絶する量の砂や泥をふるいにかけ、あらゆる木々によじ登って生い茂る葉と葉の間に潜り込み、さらにもっと効果的な方法を編み出して海も調査しなければならない。そこまでしてもなお生態系を丸ごと見落とす可能性もある。1980年代のルーマニアでは洞窟探検家が計り知れない長い期間、外界から隔絶されていた深い洞窟に入って、昆虫やその他の小さな生物、クモ、ムカデ、シラミを33種発見した。これらはすべて盲目で色彩に乏しく、科学界では新顔の生物ばかりだった。これらの生物は水たまりに浮かぶ緑藻類の微生が微生物に頼って生きており、その微生物は温泉から出る硫化水素を餌にしていた。すべてを調べ上げることが不可能だと分かると、私たちは本能的に苛立ちや絶望感、ことによると畏怖の念さえ覚えるかもしれないが、同時にそれはどうしようもなく刺激的なことだという見方もできる。私たちの住む地球には脅威の種が無限と言っていいほど秘められている。理性的な人間ならば他に何を求めることがあるだろうか。近代科学の多岐にわたる研究分野をざっと見渡した場合、大抵最も印象に残るのは、いかに多くの人々が非常に難解を極める数々の調査に生涯を捧げているかという点だ。スティーブン・ジェイ・グールドはあるエッセイで、自分にとっての英雄であるヘンリー・エドワード・クランプトンが1906年から没年の1956年まで50年間を費やしてポリネシア・マイマイ族という陸外をコツコツ研究した逸話を紹介している。クランプトンは年を追って何度も何度も無数のポリネシアカタツムリの渦巻きや弧や緩やかな曲線を最小単位小数第8位まで測って、
その結果をごく細目にわたる表に書き記した。クランプトンの表ではたった1行のデータが数週間に及ぶ計測や計算の結果を表していることもあったという。熱意ではわずかに劣るが意外性では確実に勝っているのがアルフレッド・C・キンゼイ。1940年代から1950年代にかけて人間の性行動に関する研究で名を挙げた人物だ。しかしいわゆる性行動で頭がいっぱいになる前のキンゼイは昆虫学者であり、しかも相当根気のある学者だった。2年にわたるある調査旅行では4000キロ余りの道のりを歩き抜いて30万匹の蜂を集めたという。その道すがら蜂の針が何本集まったかは残念ながら記録に残っていない。私がずっと不思議でならなかったのはこれらの不可解な学問分野でいかにして引き継ぎが行われるのかという点だった。世界中を探しても富士壺や太平洋産カタツムリの専門家を必要とするか、または支援しようとする機関がそれほど多くないことは明らかだ。科学の世界では誰かが引退するとき、いかにして研究を引き継ぐ人間を確保するのだろうか。ロンドンの自然史博物館で私はリチャード・フォーティーとの別れ際にそのことを尋ねてみた。フォーティーは私の青臭さを思いっきり笑い飛ばした。残念ながらどこかのベンチに補欠選手を座らせ、試合の出番が来るまで待たせておくという具合にはいかないんですよ。専門家が退職したり不幸にも亡くなったりするとその分野の研究が止まってしまう場合もあります。それも時によっては非常に長期にわたってね。だからこそ一つの植物種を42年かけて研究する人間が格別目新しい成果を出さなくても尊ばれるんですかね。そうですとも、まさにその通りです。フォーティーは我が意を得たりという顔で答えた。